梶岡貞道梶岡貞道は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。愛媛県出身。梶岡貞三郎の次男として生まれる。1911年7月、海軍兵学校を卒業し、1912年12月、海軍将尉に任官。海軍大学校では、1918年4月から、おつし、先科か、公開科で学んだ。 その後、満州、運送艦、陳太を、給油艦、知床の各公会長、佐世保鎮次二付、木曽、千熊、春日の各公会長、水路部員、浅間、那智、道の区の各公会長、春日教艦、海軍航海学校教艦などを歴任し、1934年11月、海軍大佐に進級。給油艦、鳴とながら、春日、基礎の各艦長、 横須賀港、勤務部長などを経て、1940年11月、海軍少将に進級。佐世保防備戦隊司令官、横須賀防備戦隊司令官などを歴任。第六水雷戦隊司令官として、太平洋戦争を迎え、ウェイクと攻略作戦に参加。横須賀陳守府出資、第十八戦隊司令官、脱方面特別根拠地帯司令官などを務め、 1943年10月に予備役となったが、1944年1月に招集された。同年4月に第6護衛戦団司令官に就任して、竹市戦団、非71戦団などの指揮を取ったが、同年9月に非72戦団を指揮中に、上官の解剖官、平戸が撃沈されて戦死した。死後、海軍中将に進級した。ありがとうございます。